はい、では次は引き算です。4分の3から、今度は4分の1を引いてみたいと思います。そうすると今度こっちが4分の3でもらってきたピザを、1個と、食べたい。そうすると4分の3から1個食べる方に食べちゃう。そうすると残りは簡単にこっちの4分の2になりますね。で、ここまでが4年生で、もうちょっと上行くと次5年生レベルですが、これ例えば4分の2ってこれですよね。ちょっと別の考え方してみると、これって1つのピザを2つに切ったうちの1個分と同じですよね。これと同じだよね。つまり4分の2っていうのは、これは2分の1と同じっていうことになりますね。で、これはつまりこれが約分って言って、これは5年生で習うね。だけどまあこういうことがあるよってことをちょっと頭に入れる人は入れてもいいし、まだ覚えなくてもいい人は、っていうかなっていう人は、ここはもうまだ、ね、考えなくても大丈夫です。で、例えば最初のここの最初、ここ4分の2だったで、4分の2、ね、で、こっちが4分の1だったね。こういう計算も5年生だと最初がこれが2分の1になってるって、こういう問題も出てくるわけよ。そうするとこれがどうやったらいいのかなっていう時に、さっきの4分の2を2分の1にしたやつを逆に、これ2分の1のやつを逆に4分の2と同じだねって考えると、これで計算ができるってことに。はい、これは5年生になってから考えるっていうふうにしてもいいと思いますが、あ、そうなんだっていう人はちょっと、勉強してみても面白いかもしれません。はい。